今どの辺だろう。さっきまで別の町にいたのに、気づいたらイカルガだなんて。これもお姉ちゃんのやったことなのかな。あ、ねえミネルヴァ、あの人に聞いてみよう。すいません。あなた、視覚者ね。視覚者？もしかして、イザナミを倒せば願望が現実になるっていう話のこと？わかっているなら、話は早いわ。あなたはここで排除する。それが視覚者のルールですもの。そんな、大きい。すごく揺れた。ひょっとしたら、お姉ちゃん以上かも。え？行くよミネルヴァ。視覚者とか関係ない。これは、もっと負けられない戦いだよ。ミネルヴァ、ホーキーだけが正義じゃないんだよ。ね。こっちは真剣だって言うのに。なんだかあなたって、気が抜けるわ。大地さん、だよね。邪魔しちゃって、ごめんなさい。でも、これで全部ダメになったってわけじゃないと思うの。大地さんの願い事を叶えるためにできること、きっと、まだあるよ。だから。もういいわ。悲観して泣き崩れたりしないから。もう行って。うん、またね、大地さん。おかしいな、神楽さん家この辺りじゃなかったっけ。あ、プラチナちゃん。あんた誰だ。あ、私だよ、セリカ。あれ、無調林からトリニティさんの気配がしない。ねえ、ルナ。このお姉さんも、視覚者みたいだよ。ってことは、倒せばまた一歩イザナミに近づくってことだな。プラチナちゃんたちも、イザナミを探してるの？トリニティさんはどうしたの？だからそのトリニティってのも誰だよ。どっかで聞いた気もするけど、とにかく視覚者なら遠慮はいらないな。覚悟しな。ルナ様は今、誰にも負ける気がしない。こんなはずじゃ。無理したらダメだよ。今のプラチナちゃんたち、すごく不安定みたい。不安定なもんか、絶好調だっつの。ルナ。ちょっと休憩しよう。僕、頭がクラクラする。戦うのはもうおしまい。向こうで少し休もう。ね。このままここにいたら、多分良くない。お姉ちゃんなら、なんとかできる？ジーン！貴様か。どうやら。エンブリオに囚われてはいないようだな。よかった。ジンは私のことを覚えてるんだね。でも、ジン、確かすごい怪我してたはずだけど、大丈夫なの？問題ない。構うな。そこをどけ。先を急ぐ。もしかして、イザナミのところに？ダメだよ、あれだけ大怪我してたのに。貴様には関係ない。邪魔をするなら力ずくでも。それはこっちのセリフだよ。どうしても行くなら私だって力ずくで止める。じゃあトリニティさんがジンの怪我を治してくれたんだ。すぐに説明しなくてすみません。口を挟むタイミングがわからなくて。うん。でも、
事情を聞いたらなおのこと譲れないな。イザナミのところには私が行く。何？怪我の影響がなくてもその力には限界があるんでしょ？ジンの力が本当に必要になる時まで無駄にしちゃダメだよ。私がイザナミのところに行っていろいろ聞いてくるから。だからジンはもっと自分を大事にして。ね。地震？違う。上だ。やっと見つけた。イザナミさん、お姉ちゃんはどこ？あなたとお姉ちゃんはここで何をしようとしているの？そちこそ、なぜここへ来た？擦り切れかけた幻影ごときが、世と戦うつもりか？私は止めに来たの。お姉ちゃんとあなたは世界を壊そうとしている。それは多分ラグナやジンやノエルちゃん、イカルガの人たちを悲しませて苦しめる。そんなのダメだよ。愚かな。世界はとうに壊れておる。世はそれを正してやろうとしているだけのこと。そちとて資格者だ。世を倒してみせよ。さすれば青を授けよう。青からすべてを知るがいい。世界の真実も、己の醜悪な愚かさもな。見事だ。愚かなる資格者よ。空、褒美の青だ。青はあらゆる情報を内包している。そちの姉のことも、余すところなく知ることができようぞ。流れ込んでくる。情報？歴史？記憶？この声、黒き獣、ラグナの声。キレ、猫。これは私が。くらえ。これは黒き獣と戦った時の。冗談じゃないわ。お姉ちゃん、これが世界の本当の姿。ふざけないでよ。だったら何のために私たちは戦ったの？神様の意地の張り合いに付き合うために地平の入ってきたんじゃないのよ。え、お姉ちゃんどうしたの？何を見たの？ここは教会？世界が再構築されていく。世界は愚かに繰り返される。ソチの姉はそんな終わりなき悲劇を終わらせようとしているだけのこと。そんなの違う。世界がどんな姿をしていても、そこに暮らす人を傷つけていい理由なんかにならない。私は私の大好きな人を守りたい。だからお姉ちゃんやあなたのしようとしていることは絶対に止めてみせる。ソチの決意など小さきこと。誰が贖こうと世界は変わらぬ。そして少女は変わらぬ世界に絶望し、世界は終わる。